となしくなりましたね。さすがに力を行使し続けるのは本体が持たないのかもしれません。あのタイプの方、憑依竜って呼びましょうか。憑依竜に力を託された伝説上の偉人さんとか、大抵はしゃぎすぎてすぐ死んじゃうらしいですしね。種族の記憶が教えてくれます。動かないよ。だけなんでしょ。もう落ち着いたんだから平気よね。殺したりしないんでしょ。憑依竜さんは殺して死ぬようなものじゃないので。じゃなくて、これ以上いじめたらかわいそうだって。よしよし、もう大丈夫だからね。あったら私が止めるので、それは大丈夫だと思います。けど、鈴鹿はいいんでしょうか。野良犬なのかな。おお、よしよし。結構懐っこい。変な宗教団体に追いかけ回されて怖かったんだよね。おっとと、それでこの子どうするんだっけ。帰るか。ケージとか入れて、とりあえず朝来た役所の人とかに連絡すればいいのかな。名刺はもらったけど。あ、な、何？なんもなってないじゃん、脅かして。害があるとかではないのですが。ん？あんたってそんな可愛い顔してたっけ。遅れたか。すでに始まっている。選ばれたのは女の方か。
さ沈め、政権を抜いたというところだな。見ろ、我が信徒ども。奇跡はここにある。かっけえ。あら、なってません。落ち着けって何？スズカは選ばれたんです。綺麗に混ざってますね。そこまで同化してれば自在に竜の力を使えるんじゃないでしょうか。ものは何竜でしょうか。竜の誕生とは妙に心が湧き立つものがございます。火だと思います。魔力が風に変換されてるので。我ら竜はお前らで言う水金地火木土天解明で大雑把にルーツが分類される。私は水で、姫は天だ。
はいはい、だったら代わってください。その力を地球と教団の未来のために役立て。あれで死ぬほど我が下僕は軟弱ではない。スズカ、深呼吸です。気持ちを落ち着けてください。姫に膝をつかせただと？あの力欲しい。ちょっとまずいかもしれません。声が届いてないんです。入ってきた力が強大すぎて鈴鹿の自我が抑え込まれちゃってる状態なのかもしれません。伝説の英雄とかほど心が強いわけではないでしょうし、でも目の焦点飛んでますよね。寝言みたいなものではないかと。どうも何もさっき犬さんで見ましたよね。あ、危ない。変わりませんよ。憑依竜さんの力を引き出しながら本能のまま行動します。なんででしょうね。今の地上で撃たれたら大変なことになってましたよ。私に対して容赦がないんですか。
私何してた？犬のお腹撫でてたくらいから今まで記憶が吹っ飛んでて、そりゃ全部ではないけど。こんな時なのに変なこと言って。自然愛の勝利ってわけですね。スズカはちょっと元気なところがあると思います。私本当に飛んでる。使い方とか、なんだろう、みんな分かっちゃう。これがハルがよく言う種族の記憶ってやつなのかな。で、幼馴染なんでしょ。ねえさっき言ったよね、一緒にいてくれなきゃ困るって。そういう意味だと思っていいの？なんで？本当に潔くないって思う。ほら降りて、重いんだから。あ、ハル痛い。迷惑料です。それと勘違いしないでくださいね、スズカが竜になったからってイーブンってわけじゃないですから。むしろ竜としては私が先輩です。私竜なんだ。どうし、あ、名前なんだった？花子さんじゃないですか。イエ
人も成功。というわけで同志スズカ、我が教団の幹部に迎えよう。やだ、自分のためだぞ。もはやスズカは不死にして不滅、この世界にはびこるあらゆる暴力の頂点に君臨する存在だ。人間どもを刺激して面白おかしく。ねえ、この角とか尻尾消えないの？私は永遠にキャミとか着れない体なの？知りません。写真撮っちゃった。あら、あの子って確か和菓子一ノ瀬の。